にちは。今日は、長崎県ね、雲仙市にねやってきました。今日はですね、今から、雲仙普賢岳のですね紅葉を見に行きたいと思います。じゃあ行ってきます。今日はね、初めて、雲仙のね、紅葉をね見にやってきました。ここはですね、あの池の原園地っていう、公園の駐車場になります。はい。まあ、時刻がね、今日今7時半ぐらいなんですけども、似た峠がね8時からしか開かないので、今日はねこの池の原園地に停めて、徒歩でね、約30分ぐらいかけて、似た峠のロープウェイの入り口まで歩いていきたいと思います。さあ、池の原園地からね30分ほど歩いて、似た峠のね、駐車場に、到着しました。そこがですねロープウェイの発着場所ですね。今日はですねロープウェイを使わずに、山道の方をですね、通って、上まで上がっていきたいと思います。さあ、ここが分岐ですね。このまま行くとねロープウェイの方に乗れますけども、今日はですねこちら山道ですね、妙見国見岳、こちらの方から、登っていきたいと思います。今日行くルートはですねここ似た峠、の駐車場から、まずはですね、妙見神社の方へ、行きます。でそこからですね、今日国見岳の方もね行こうと思ったんですけども、まあ、紅葉ということでですね登山客の方々がね多くなる前に、雲仙普賢岳の方へですね、直接行きたいと思います。なので、国見岳は、パスしてもみじ茶屋の分岐からですね、雲仙普賢岳の方へ、直接行きます。そしてもみじ茶屋の方までまた降りてきて、あざみ谷の方ですね今度は降りてまたこの新田峠まで、戻ってくる周回ルートをですね、取っていきたいと思います。眺望がいいところに出た。うわ、綺麗。こっちが有明海になるのかな。こっち島原の方ですよね。向こうが天草か。そしたら、すごい綺麗。さあ、ここがね、ロープウェイ山頂の、展望台ですね。うわ、綺麗。妙見神社はね、ここからぐっと上がっていったところにあると思います。さあ、妙見神社にね、到着しました。妙見だけにはね、立ち入り禁止っていうことで、はい。今日はね、この神社から左のこちらの方へね、向かっていきます。妙見神社からはね、すごく歩きやすいこの道めちゃくちゃ歩きやすい。妙見神社まではね、結構急登がね、続いたんですけどね、ここは多分もみじ茶屋に行くまでは緩やかなアップダウンを繰り返すと思いますけどね、歩きやすいですね。いやー、素晴らしいですね、景色が。このね、足がね止まりますよね。さあ、ここがね国見岳との分岐ですね。こっち、今日はねこのまま、普賢岳の方へ向かいます。国見岳はねまた次の来る機会に来たいと思います。今
ね、鬼神谷の方へね、ぐーっと国見岳の分岐からね、降りていってます。だいぶ降りるんですけど、これ降りる分また登らないといけないと思うとですね、ちょっときついですね。さあ、ここがね、鬼神谷暗部までね、降りてきました。日がね、当たるともっともっと綺麗なんでしょうけどね、ちょうどまだ朝早いんで、朝日がね、まだ追いついてない。そしてここがですね、鬼神谷口だったかな、あ、そうです、の分岐点。こっから行くとですね、風穴の方とでぐーっと周回できますけども、今日はですね、このまままっすぐ もみじ茶屋の方まで、進んで、そこからぐっと雲仙普賢岳の方へね、登っていきたいと思います。さあ、ここがね、もみじ茶屋の分岐です。帰りはね、こっちの方を通って仁田峠の方へ向かいます。さあ、今から雲仙普賢岳山頂まで 400m、 さあ、ぐっと登っていきますか。なかなかの急登ですね、これは。普賢岳のね、紅葉は先週行ったね、三股とか大山と違って、七色というかですね、緑と黄色と赤とオレンジと、そういうね、色のコントラストがすごい綺麗な紅葉みたいで、またね、三股のような圧巻のね、赤じゃなく、それはまたね、すごく綺麗なね、紅葉になってるみたいです。なのですごく楽しみ、初めてね、見る普賢岳の紅葉ですね、ほんと楽しみですね。もみじ茶屋からのね、急登は結構きついですね、これは舐めたらいいか。さあ、分岐にね、到着しました。これが普賢岳山頂、こっちですね。さあ、行きましょう。もうちょっとだ、よし。さあ、よいしょ、暑いとかな、よいしょ。さあ、到着しました、雲仙普賢岳、1359m、登頂しました。よし、いや、素晴らしい。うわ、いやー、来てよかった、めちゃくちゃ綺麗ですね。そして、平成新山のね、まだ煙が出てるけん怖いですよね。伊王さんとはまたちょっとね、九十の伊王さんとはまた怖さが違いますよね。つい最近噴火したばっかりなんで。それにしても、この海とね、紅葉とこのコントラストがすごい、いい山だこれ、人気なわけですよね。
いやー、素晴らしすぎる。嬉しい。マジで感動ですね。初めて来た。さあ、じゃあ満喫したんでね、降りてきます。いやー、いい山だ。また来ます。よいしょ。さあ、もみじ茶屋のね、分岐までまた降りてきました。下山はですね、こちらのわざみ谷の方ですねへ向かっていきます。降りてきました。いやー、素晴らしかったですね。雲仙普賢岳の紅葉、まあ、初めてね来ましたけど、あんなにね綺麗だとは思いませんでした。まあ、なかなかね、あのカメラではね伝わりにくいんですけども、とってもね素晴らしい紅葉ですのでね、ぜひね、足をね運んでみてください。山頂のね紅葉はもうかなりピーク、そしてあのロープウェイのところもですね、今からもっともっと綺麗になると思いますので、はい、ぜひね今週末ぐらいにでも足をね運んでみて、見られると素晴らしいね紅葉に出会えると思いますので、ぜひね、ここはね足をね運んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。